最初に御言葉を一箇所読んでから祈りたいと思います今日は、えー、御使いはイエス・キリストの見言葉を聞いているあるいは聞いていた」というテーマですねちょっと話してみたいですね「えー、ルカによる福音書」っていうところなんですけどルカによる福音書の最後のところなんですね、えー、24章っていうところですね「<laughs> 新約聖書ルカによる福音書」 ちょっとましたレカによる福音書24章の1節から9節というところを読んでみたいと思うんですね。レカによる福音書24章1節から9節週の初めの日、明け方早く女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いた見ると石が墓から脇に転がしてあった入ってみると 主イエスの体はなかったそのため女たちが途方に暮れていると身をまばゆいばかりの衣を着た2人の人が女たちの近くに来た恐ろしくなって地面,を顔地面に顔を伏せているとその人たちはこう言ったあなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか ここにはおられません。アメン。よみがえられたのです。まだガリラ屋におられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に渡され、十字架につけられ、三日目によみがえらなければならないと言われたことでしょう。女たちはイエスの御言葉を思い出した。そして墓から戻って、十一弟子と。 その他の人たち全部に一部始終を報告したアメンさん感謝します、えー 一言お祈りしましまょう天皇ちある神様、今日はまた素晴らしいキャンプも備えてくださり、兄弟姉妹一人一人健康も守られ、今日の日を迎えたことを感謝します。しばらく、主を今、素晴らしい祈り、また励ましの御言葉賛美を通してすでに主の栄光、ご臨在、語れる主の精霊様がお一人一人のうちにお語りください。感謝し、主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りします。アーメンここを読んだ時に えー、すみませんみ皆さんってあの、聖書を読んでいるときにです、ね、たまに3つ書いて <laughs> 出てきますよね、あの僕が知っている限り 3, 3つか4つぐらい出てくるんですけど、皆さんわかりますあのマリアっていう人があの妊娠したときに来た天使いるじゃないですか、ガブリエルっていう天使が飛んできてあの今でもいますよね、ガブリエルっていう名前の人も。何かとというと あのあの皆さん、慰めるとか励ますとかっていう言葉を伝えにくるんですよガブリエルっていう人が。でもう一人い有名な見ツがあが新約の最後とまたあのダニエルにも出てくるんですけど何でした <laughs> ミカエルミカエルっていう人が出てきてこの私は今、あなたが祈った時にその言葉を持ってきたけど あの邪魔する者がいたから何の君でした邪魔していたのでミカエルという人を残して私は来たんですよってあのミカエルはまた戦いでねこの勇敢な、えー、天使なんですねで私は高くって言われますそしたらセラフィムっていう見ツがこが神様の臨在のところですねいるんですよ。神様がいるときに ところに、あのーねあのー、イスラエルの神まだイエス・キリストが来られる前旧約聖書を読むと「糸高き神」「主っていうところにいるところにはこの賛美してるんですよね聖なる聖なる聖なる万軍の衆その栄光は全地に満つってこの神様がいるところで使える天使なんです聖書を読んでいますと実はイエス・キリストもですね マルコっていうところをちょっと見てみたいと思うんです。けれども、1章の13節っていうところをちょっと読んでみたいですね。イエス様が地球に来られた頃もですね。御使いがいたって書いてあるんですね、えー、マルコによる福音書の1章の13節から15節っていうところですね。イエスは40日間、荒野において荒野にいてサタンの誘惑を受けられた。 野の,の獣と共におられたが、道使いたちがイエスに仕えていた、アーメンちょっと13で止めたいと思うんですけれども、40日、40夜、この荒野で悪魔の試みを受けたって書いてあるんですね。あの、皇后約聖書で読むと、獣もそこにいたっていう、獣っていう言い方をしてるんですね、悪魔のことをですね。しかしか 御使いたちがイエスに使えていたって言うのですからアメンこれを読んでみると今日最初に読んだ御言葉ばもう絶望の淵に立ってイエス様に会いたいのに会えないし石も置かれててこの遺体を、ね、このメンテナンスというか油を塗るとか香油を塗るとかいろいろ準備しに来たら石もあってもうしかしどうしてもいられなくて。 イエス様の墓に行ったこの女性たちがこういう体験をしたんですね石がですね墓から脇に転がしてあったとっいうんですアメンこれは密会が来てですね別の箇所へもを転がしてその上に座ったとっいうところも書いてるんですね密会はもちろん私たちは生きているときに「イエス様の皆でお祈りしたりまた「イエス様」をやってあくれ出ていけとか 皆を使う権威与えられているんですね。しかし、四篇九十一篇というところを見ると、主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守らせるとか、主の御使いは主を恐れるの周り、主を恐れるもクリスチャンですね。周りに陣を引いて、彼らを守られるという御言葉があるんですね。アメン。神様は、神様がおられるところには。 栄光があるところには天使たちが実は仕えていてまた賛美をしたりとかまた神様がおっしゃった御言葉をその人に伝えるために天使たちが働いてるんですねだからヤコブっていう人が餌をだましてお兄さんをだまして逃げてる時も石を枕にして寝てると天使たちがね出てきて。 地上と天をはしごがあってそこに登ったり降りたりしてたっていうその幻を見てまことにここは死がある種のもんだってベテルっていう油をそいでこの自分が枕にした石に油をそいで記念としたところがあるんですよね。天使たちは実は旧約聖書新約聖書僕たちは見えないですけれども実は周りにいてあのクリスチャンイエス様に使える人にサポートあるいは私たちが語ったその言葉を 言葉はこの神様ご自身なのでちょっと開いてみたいと思いますね。皆さん有名なあのヨハネによる福音書「一章というところなんですけど一節から読んで,読んでみたいんですね。はじめに言葉があった。言葉は神とともにあった。言葉は神であった。この方ははじめに神とともにおられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので この方によらずにできたものは一つもないこの方に命があったこの命は人の光であった光は闇の中に輝いている闇はこれに打ち勝たなかったアめん今日の羊あ羊飼いのところですねあもう一つ羊飼いのところがあるんですねあのまた、えー、ルカによる福音書同じルカなんですけども二章というところを読んでみたいと思うんですね。 今は最後のキリストの墓のところから読んだんですが二章というところですね八節というところから読んでみたいと思いますね。ルカによる福音書二章の八節さてこの土地に羊飼いたちが野宿で四番をしながら羊の群れを見守っていたすると主の使いが彼らのところに来て 主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた見ついは彼らに言った恐れることはありません今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりましたこの方こそ主キリストです あなた方は布にくるまって海馬桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその見ついと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が見心にかなう人々にあるように、見ついたちが彼らを去って離れて天に帰ったとき、 羊飼いたちは互いに話し合ったさあベツレヘムへ行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこようそして急いで行ってマリアとヨセフと海馬桶に寝ておられる緑子を探し当てたそれを見た時羊飼いたちはこの幼子の幼子について告げられたことを知らせたそれを聞いた人たちは羊飼いたちの話したことに 驚いたアメン。感謝します。神様は密会を羊飼いっていうところに使わせたんですね羊飼いっていうのは昔ヤコブっていう人は家族でエジプトに行った時に私たちは羊飼いですよって言ってねって言ったんですねなんでかって言ったら羊飼いはもう本当に嫌われる臭くてもう何て言うのかなもう職業の中でも一番下に見られるような 職業と見なされていたんですねそしてこの当時も羊飼いたちはあの野宿でって書いてあるんですけど宮とか町に来ないんですねもう軽蔑されてるような君たちはそこで羊を飼ってくれたまえというようなもう本当にみんなと交わることがもうないというかちょっと皆様とちょっと別だねというようなしかし神様はしかも暗い時に。 羊飼いのところに来たんですねアメン神様は何も綺麗とかもう立派とかそれ,そ,れだそれもあるんですがそれだけではなくむしろ低い人たちあ私の身分は羊飼いだし、まあ、目立ちもしないしこんな夜だしってしかし神様は見飼いをそこに 使わせてくださったんです,、ね、すると暗いところに光があったって書いてあるんです先ほど言ったように闇は光に打ち勝たなかったってあるんですどんなに暗くても神様がその暗闇の中でいる人たちを覚えてるんですねそして神様は見つかりを送って慰めの言葉そして実はこの福音を伝えたのは羊飼いですって書いてあるんですここに羊飼いたちは自分たちの 身分とかアイデンティティとかそういったどうせ自分はこういうもんだからすべて捨て去ってこのよき訪れを伝えるものになったんですね神様が御言葉を使わせてくださった時に三遣いが賛美したんです、ね「伊とたかき」ってね「ところに」ってありますよねあれあの賛美があるんですけれども三遣いたちが多く来て賛美したって聖書の中見てみると三遣いのこの サンビ目視録ですかね出てくるんですけど大勢も幾千の幾千幾万の幾万の人が歌うんですがあたかも一人が歌歌っっっててるかのよようううにぴたりんですよだから大勢なんだけどなんかーんハモリとかわからないけれどもなんか一人が歌ってるようなっていう彼らは心一つにイエス・キリストだけ礼拝してるので。 心もも思いも声が一致してるんですそして聞く人にあ本当に神様を賛美してるんだなって神様はすべての闇を光に変えてくださる方そして先ほど読んだ荒野にイエス様もおられたんですけれども見つかいたちが仕えていたってだから僕たちは聖書を読む時に先ほどあなた方はイエス様が生きてる時に語られたことを思い出しなさいって聞きませんでしたって。 僕最初こう思ったんですよね、あれ、天使ってじゃあその時もちろん聖書には書きませんけれども、あじゃあ聞いてたんだなって、弟子たちも、十二弟子も周りにいたけれども、天使たちも周りに実はいてあの、当たり前すぎて書かなかったのか、それとも弟子たちも気づかなかったのか、なぜかというと、イエス様が亡くなったと信じませんでしたよね、墓にいないよって言っても、ふ、うんてか、ペテロが牢屋から出てきても、あれ、ペテロのかりだよとか。 実は信じなかったんですねしかし神様は私たちが信じても信じてなくても生きておられる方で必ず神様の言葉があるところには光があり勝利があるということを信じていきたいんですね神様はこの見つかい自分に使えるようにしてるって書いてあるんですねちょっとヘブル人への手紙というところを読んで終わっていきたいと思うんですけども、えー 新約聖書の最後のところなんですけどヘブル人への手紙の一、えー、章というところですね一章というところですヘブル人への手紙一章の6節からって呼んでみたいと思うんですが、えー、さらに彫子をこの世界に贈られるお,お送りに なる時こイエス様ですねこう言われました神の御使いは彼を拝めまた御使いについては神は御使いたちを風とし使える者たちを炎とされると言われましたがこ、えー、う書いてるんですね、えー、もう一つ14節飛んで14節にこう書いてますね御使いは皆使える霊であって救いの相続者となる人々に使えるため 使わされたのでではありませんかはん感謝です神様はここを読んでいますと神様に使えるために神様はこうやって言葉を送ったりとかあるいは先ほど紙篇90篇にあったように私たちをあらゆる危険から災いから疫病からねえみも近づかないでもう暗闇も昼に飛びくる矢も全て神様。 主の守りと神様の言葉とそしてもう一つは御使いを使って私たちの足が石に打ち当たることがないようにって神様は御使いを使うことがあるんですねしかし神の御使いは金を拝めって間違ってその御使いを私たちが拝むようなことではないですね御使いは先ほど14節にあったように救いを相続する私たちクリスチャンにも使えるって書いてあるんです でですので私たちが、あ、見つかいはいいなって飛んでいけるし、ね、壁も越えられるしいいなってこの世でいっぱい苦しみとか知らん受けて見つかりはないのかっていいなとか思うんですけど実は見つかりよりも立場上なんですよそして使えるためにって神様は使わせているので私たちは。 実は私たちが賛美するときに2人でも3人でも我が名において集まるところにはイエス様、私もそこにいるよって言ってそして神様がおられるところには必ず光があってまた御言葉を通して御言葉も教会で読まれてまた賛美を通して御言葉を賛美して賛美するときに見使いたちも一緒にここで私たちを使えてまた死を賛美しているんですよね。 賛美している時に解放されました重いものが頭から取れましたってあのような思い煩いがあったけれども賛美しているうちにあるいは先生方が語る御言葉を聞いてる時に御言葉を通してたとえ一節かもしれんけどポッと入って「あめん」って癒されることがあるんですある方はこの御使いについて洞察を得た方が本を出してるんですけどもこのあのー、このね礼拝するところに。 実は見つかりたちもいて本当に神様を求めてあの長血ちの患った女のように主,を主だけを求めて心へりくだって悔い改めて主だけを求めるところに主がこの見つかりを使わしてそこに手を置く時に癒されているのを見たっていうこの証とかがあるんですね本当にそうだなと思うんです私たちは神様が使わされるガブリエルを通してマリアは実は本当に励まされたんです どうしてまだ結婚もしてないし男の人も知らないのにどうやって妊娠するんでしょうかってしかしあなたの言う通りになりますようにってこの三遣いがねこの神様の御言葉を持ってきた時に信じたんですねそれで糸だ書き方の力がマリアを覆って超自然的な自然的な形で妊娠をすることも 当たるんです実は、ラっていう旧約に出てくる高齢を迎えた女性も妊娠することがあったって書いてあるんですね高齢なろうがまた年若くて結婚もしてなかろうが関係ないです神様が、御言葉を持ってあなたの奥さんはサラは来年私が来る頃にはこう宿してある,であ,る,あるであろうって神様はその時も実は見つかり来てましたよね。 アブラハムのところにもあらゆるところに光飼いが実は出てきて神様の御言葉を確かに伝えましたねってすぐ去ったとかあるんですけれどもですねですから私たちは教会前に語える御言葉もそうですけどまたみ言メッセージの時間もそうですけど実は普段の会話の中で。 語きに兄弟姉妹が励ましてくることとか聖書に公開というか大丈夫だよ、頑張ろうとか実は兄弟姉妹が語っているように見えてある意味、その兄弟姉妹神様が用いててて私を励まししくくれたりしてくださってるんですね。だから兄弟姉妹と思っているかもしれないけれどもあるいはちょっと見た看板に書かれている御言葉ばかもしれないけれどもトイレに置かれている玄関に置かれている御言葉、ば皆さんありますか そういう見言葉かもしれないけれども神様がすべてを通して私に語ってを慰めよう,慰めよう,力,めよう力を与えようとしておられるんですねそのことを神様に感謝していきたいと思います神様今日また皆様の教会に来てまた帰るあるいはキャンプに行くまた一日中の守りもですね 本当にイエス様にお祈りするならば、主は守ってくださると信じましょう。アメンそして楽しいまたマジャルとなりますように期待していきたいと思います。祈りましょう。天の父の神様、感謝します。主が慰めの御言葉、励まし、私たちの周りに見つかりを使わせて、事故、危険、災い、病気から守ってくださり、本当に約束の御言葉を感謝します。主の御言葉が語られると、闇が光に変わり、 イエスキリストがすべて勝利を取ってくださったことを十字架の上で2000年前勝利を取られたということ感謝いたしますそして2000年経った今私たちに力を与え励まし勇気を与えてあの羊飼いたちが出て行って主の訪れを伝えたように私も変えてください日々作り変えてますます大胆にイエス様の福音を隠すことなく恥ずかしがることなく語らせてください主よどうかあなたの 裂かれた肉と血をいただきましたが、主をどうか生きている限り、イエス様の死をべとして、我々を一人一人、また友としてあなたが呼んでくださる恵みを感謝し、主イエス様の皆によってお祈りします。アーメン